こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は、ダイヤのエース、アクト2コラボ記念、沢村古谷ガチャですね。いきたいと思います。ということで、なんと、今日2時待機してたんですけど、いきなり沢村と古谷がぶち込まれましたということで、早速ガチャを回していきましょう。で、このガチャなんですが、沢村、そして新怪物伝説、古谷が新たに登場しましたと。いうところと、SR、そして PSR の確率アップ、プラス、沢村と古谷の出現率がアップしております。ちょっともうドキドキしてびっくりしてしまって、あ、このタイミングなんだと。で、2キャラが 23% の確率で出るガチャになってますね。はい。で、初回は、PR 以上の沢村と古谷が出現で30個で回せます。2回目は SR 以上のイベキャラ2枚出現。3回目は SR の沢村か古谷どちらか、4回目はバナーナイキャラのみ出現、5回目がバナーナイキャラの SR どちらか、そして6回目 PSR の沢村か古谷、7回目でアクト2の投手 SR 選択ガチャ券が確定のガチャになってます。はい。いやー、ちょっと両方欲しいな。いやしょうが。いや、両方 PSR ボタン欲しいな。そう、強そうなんですよね、見た感じ。沢村は特にね。あ、1枚。ありがたい。全然ありがたい。で、古谷出ました。で、古谷に関しては、速球プライドが増えた感じかな。あとは、前の古谷と変わってないと思います。で、ボーナステーブルも、練習効果のテーブルになったのかな。これ得意練習率アップもついてますね。結構強そうです。はい。まあ、鍛錬ですからね。それくらい強さがないときついかなって感じはするのと、沢村はやっぱ初強化かなりきつそうですね。30しかないね。はい。あはは、裏が。まあ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 。ただでもらった SR はこんなもんでしょう。はい、次が SR2 枚確定ですね。虹来い！来ないか。さあ、頼もう。安定して。来い！来い！なあ、同栄くね。まあ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 、本当に。同栄とかはね、普通なら当たりなんですけどね。ここはまあいいでしょう。ちょっとこの確定枠である程度行きたいな。はい。行きましょう。沢村の方が欲しいかな。古谷も強いんだろうけどね。ちょっとわからない、正直。全くわからない状態。あ、2枚ありがたいですね。で、まずは沢村出ました。ありがとうございます。で、沢村の方が、練習効果と骨イベント率アップ。で、初強化は50、スタミナが4、スペシャルタック 100% か。強いな。スペシャルタック100か。すげえな。やる気と練習効果。まあ強そうですね。ただ基礎ボナないテーブル。まあ前のテーブルとそんなに変わってないかな。まあ多分初強化は増えたと思うんですけど、言うて変わってないかな。まあ伸びとかもついたので強くなってるとは思うんですけど、ちょっとこれは金徳とかの様子を見ないとなんともわからないですね、今んとこは。確定枠以外出ねえ。まずいな、この流れ。はい。ここは本当に SR、PSR 出てくれたら相当助かりますね。PSR 演出、来い来い。あー、黄色い。まずいな、まずいな。だいぶ爆死気味のやつだな。はい、沢村ですね。おう、沢村はめっちゃ出るな。てか沢村しか出ないんだけど。古谷全然出ないですね、僕。ああ、古谷最後出ました、PR。さあ、どっちかっていうと、ここは古谷が欲しいかな。今んとこ、確定枠の沢村1ですね。以外は、外しまくってます。外しまくってます。ああ、ありがたいっすね。ありがとう。で、古谷が出てくれました。で、古谷に関しては、技術ボナーもついたみたいですね。で、スペシャルタックと筋力ボナー、練習効果15なので、これは多分、
30% のテーブルだと思われます。はい、そうですね、多分練習効果 30% のテーブルかなと思います。まあ、休息キャラの中ではかなり強くなるんじゃないかなという感じですね。まあ、一応両方 SR の母体は抜けましたと。で、まあ、どっちが強いかわからないので、まあ、どっちっていうことはないと思うんですけど、まあ、個人的にはサーブラーがスタミナ変化ですごい強そうに見えるので、サーブラーがいいかな。もう両方抜けてもいいんだよ。両方抜けてもいいんだよ。ああ、フルヤの方でしたね。いや、どうなんだろうな、フルヤか。どうなんだろうな。確かに、練習効果 30% のテーブルではある。ただ、急速鍛錬っていうところですよね。そこをまあ、どう考えるかっていう感じです。まあ、カタレンの方で使うのかな？ちょっと、そればかりはわからない。ちょっと待って待って、確定枠以外出てないぞ。はい、ラスト行きましょうか。ここで SR の選択ガチャ券がもらえます。うん、これちょっと、今回は、普通に惨敗っぽいっすね。ああ、一応出ました。1枚。うん、これ SR45 も作れないな。はい、小平ですね。はい、ということで、確定枠引いてみたんですけど、まあ、渋かったですね、僕に関しては。ちょっとこれは、終えるかどうかわかりません。まあ、かなり渋かったなっていうのと、まあ今、性能的にどっちが強いっていうのは正直わかってないので、まあ、そこに関しては、まあまあまあ、様子を見ながらかなというところです。あとは、バトスターのトーナメントが開催されました。で、これもしかしたらフリアとか入ったのかな。まあ、後でサクッとやるとは思うんですが、フリアたち、沢村フリアは、この中には入ってないみたいですね。はい。ふう、なるほどね。で、今一度二人を見に行きましょうか。で、まあ、ここに入れちゃうか。まあ適当に。合わせもいいでしょ。N はいいでしょ。で、ここか。まあこの二人ですね。どうなんだろうな。そんなに言うて強くないとかあるのかな。まあ強そうですけどね。個人的には。で、まず、沢村の方なんですが、沢村の方は初強化は50、スペシャルタックは100、すでにあると。で、やる気効果と練習効果もついていて、骨リベ率アップもある。まあ、本当に、マントル向けのピッチャーになるんじゃないのかな、というふうには思っています。まあ、45までは上げたいなっていうのは正直ありますね。で、まあ、マイバージョンのやつが一応いるので、それを混ぜればって感じだとは思うんですけど、まあ、PSR の母体を追うかどうかっていうところですね。で、フルヤに関しても一応練習効果が30。まあ、強いですよね。普通に。で、まあ、カタレンで使えるのかな？どうなんでしょう。ちょっとま、その辺が、まあ、上限はついてないようなので、二人ともね。なので、ま、ちょっとどういう感じになるか、今のところはわかんないかなというのが正直なところと、あとは、ちょっと金の特殊能力を二人とも見ておきましょうか。多分下の方に。沢村の方はエースの風格が付けれるみたいですね。あとは変幻自在。まあ、おそらく確定でしょう、両方とも。まあ、エースの風格はどうだろうね。で、フルヤは怪盗と怪物球威両方取れるパターンですね。なので、二次得2個取れるパターンのピッチャーが、やってまいりましたと。まあ、そのパッと見た系だと、まあ、フルヤ強そうだなって感じなんですけど、まあ、当然ながら、でも沢村はエースの風格と変幻自在両方か。これ強いっすね。両方だったのか、お前。ちょっと二人のその金得の取得条件、あとは確率、まあ、この辺を見てから、
いろんなことが判断できるのかなというふうに思います。まあその、カタログスペックだけパッと見ると、二人とも相当強そう。なので、全然回していいガチャだとは思われます。ただ、まあ現状で刺さる環境があるのかとか、まあいろんなことは考えなければいけないので、まあその辺を見てからの、ガチャになるのかなという感じです。いかがでしたでしょうか？皆さんもおそらくびっくりはされたと思うので、ぜひぜひそのあたりと、あとは使用された方がいらっしゃいましたら、この動画を見ている時にね、ぜひ、コメント欄の方で、まあ、こうでした、ああでした、みたいなことを教えていただけると非常に嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。